ループしてますか？またねえ、私あのコメントでお疲れでござんすっていうコメントに対してありがとうござんすとか一人でずっと言ってたのに、めっちゃコメント返信してたよ。返信じゃない、嘘、またループしてました。またありがとうござんすループねえ、ありがとうござんすループやめて。誰誰ですか、そういうの仕組んでる人。ありがとうございますループいいよ、もう戻った、やっと。本当今度こそ戻りました。もういいよループすんの、やっぱあれだよ、ループはしちゃうんだよ、みちさんの卒業公演の日だから。ループしてみちさんの卒業を撤回させるっていう、そういうあれじゃん、そういう舞台だったじゃん、そういう舞台だったんだから。え、画質が下がった、嘘じゃん、なんで。そうだよ、こんばんは、早く寝なってことは分かった。ねえ、じゃあ11時まで配信したら寝るね。う、嘘、お風呂です、お風呂でござんす。みちさんの卒業もループするの最悪じゃん、ずっと悲しいが続くだけやん。また止めれないんだ私って。あの DM ねえ、めっちゃ喋ってたのに、めっちゃ喋ってたのにまたループしてるやん、最悪です、絶交します、ショールームと絶交。DMM の卒業メンバーが選ぶあのアーカイブ配信みたいなやつの話をしてました、一生懸命。それでさ、あるじゃん卒業メンバーが選ぶあのアーカイブみたいなやつ、過去の公演どうぞみたいなやつ。もう1期生さんとかはたくさん公演出てるから、自分が卒業するってなったらもう何選んだらいいか分かんないぐらいあるよねって思ってね。あ、そう、リバイバル配信っていう話を一生懸命してました、このループ中に。悔しい、悔しいです、とても。でももうショールームと絶交したから、もう仲直りするまで皆さん見守ってください。パセだったら何にするかなって。でももうこれっていう、決めれない、決めれないよね。でもやっぱ生誕祭とかかな、生誕か沖さんとの誕生植物か、MC が受けたやつとかがいいな。MC で笑いかっさらった人とかがあれば、まあ、今んとこないんですけど、まあ、あればそういうのにしたいよな。今んとこはないですけど。絶好するって言った瞬間から電波良くなってる、ビビってるな、ショールームも。ファセリと絶好してほしくないな。MC の切り抜き特集、もう全部滑りまくってるのに。困ったな。PR 舞台のあの STU チャンネルの生配信のやつがあの OK なら、それもう確実にそれにします。 PR 舞台横浜公演から沖縄公演まで全部一挙大公開とかにしたい、それがいい。やってほしい、やってくれないかな。 PR 舞台の沖縄公演から1年経ったよ記念とかで、今すぐにでも見たいです、見たいよ。ファセリが副キャプテン、うん、嘘。誰がそんな噂出してんの、無理だよ、もうグルメ担当ですら無理無理無理ってなったのに、グループのことを見るのはちょっと難しいな。
なんか芸能活動する人って変わり者が多いっていうじゃないですか一般的に。だからやっぱりそういうキャプテンとしてグループをまとめる役割っていうのは大変なこととかもきっといろいろあると思うし、みちさんはやっぱりすごいですね。みちさんとあかりんさん、キャプテン副キャプテンのすごさです。明日よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。よろしく。なんか今日ねメイクとか前髪がうまくいかなくてね、ライブ終わったら粉だったのライブ終わって楽屋戻ったらこれだったの。びっくりしたのさすがに。いやなんかねライブの後にトークコーナーが20分30分ぐらいあったんですよ。その時からなんか前髪浮いてるなってこう目視して、あなんか浮いてる気がすると思ってたんですよ。で楽屋戻ったらこんな眉毛出てて急いでメイクさんの部屋に行って眉毛が出てますって言って、なんか水いっぱいシュッシュッシュッてかけてもらってドライヤーで乾かしました。だから今落ち着いてます。そうなんかちょっと伸びてきたんですよ。伸びてきたから巻いちゃったんよね。切りすぎても浮くし巻きすぎても浮くの。本当に取り扱いづらい前髪をしています。最悪でした眉毛が出しゃばってきた。明日出ないように気をつけたいと思います。今のところは大丈夫。うん、難しい取り扱い説明書欲しい。眉毛眉毛。そうメンバーは前髪結構苦戦してますね。でも眉毛今日いい感じにかけてるかも。じゃんじゃじゃじゃん眉毛ちゃん。もうカツ丼でお腹いっぱいすぎて今はアイスが食べたくて仕方がない。買っとけばよかった。やっぱりサービスエリアのカツ丼なんかね、サービスエリアでご飯食べるっていうのもなんかいいなって思った。私の昔思い出しました。お母さんとよくあの握手会とかイベント HKT さんとか AKB さんのイベントで福岡まで行った帰りはお母さんがね送り迎えとかしてくれる時もあったんですよ。そういう時にサービスエリアでラーメンとか食べたりとか、あとお父さんがずっと小学校ぐらいからもうずっと単身赴任で福岡とかあちこちにね住んでたから、そういう単身赴任先に遊びに行った時とかもよくサービスエリアでご飯食べてたから懐かしかったです。ね、大盛りだった。めっちゃお腹いっぱいになったカツ丼。でもねあのねもう一個寄ったんですよ。福山福山あたりにもさ寄ったんだけどさ、アイス屋さん閉まってて買えなかったです。クレープ屋さんみたいなやつがあったんだけど買えなかった、遅すぎて。いやサービスエリア大好き、道の駅も大好き。道の駅も閉まってて行けなかった。淡路島の道の駅にね行こうって言ってたんだけど無理だった。残念だわ。またいつかリベンジします。はい、道の駅デビューしました。おお、道の駅ぜひハマってください。私も道の駅不足、最近行けておりません。道の駅へ行きたい、道の駅ツアーしたいです。広島もいっぱいあるのに全然行けてない。もう11時になる。約束の時間が来ちゃう。もっと喋りたいんだけどさ、ちょっともう喋りすぎたお風呂を逃してしまいそうで。
風呂を逃してしまいそうだし、明日も起きれないと困るので、今日は早めに切り上げようかなと思います。ちょっと脳みそが寝てますので、もうちょっと変なこと言わない、言っちゃう前に終わりましょうね。個人情報とか喋っちゃいそうだからね、このままポロッとポロポロッと大変な話をしてしまったら取り返しがつかないのででは明日のお話系のお洋服、耳の日ということで耳検討してみたいと思います。お風呂も頑張りたいと思います。お名前は尾崎セリカちゃんです。尾崎セリカです。パセリ、ニックネームパセリ、1997年11月16日生まれ、長崎県出身。メールの返信タグはハッシュタグパセリメール、全部ひらがなです。おいしいものはハッシュタグパセリあのねを押してください。好きな食べ物、アイスクリーム、よく食べるアイスはチョコモナカジャンボとジャイアントコーンの黄色です。あとはピノパルム、ガーナのチョコの箱アイスのやつ好き。おいしいもの大体友達よろしくです。明日はオンラインお話し会に参加します。1時間目から5時間目まで1日ありますのでよろしくお願いいたします。悲しい、フル部数の初めてのフル部数のお話し会だったから、今回のシングルあと3回で終わっちゃう。皆さん今シングルもたくさんお話ありがとうございました。もうね、買いますことはできないので、今持っている参加できる権利を寝坊とか何かしらで失わないようお話できることを祈ります。なんか何喋ってるか分かんなくなってきちゃったでは壇上読んだら終わりたいと思います。ギフトもありがとうございました。ギフトちょっと脳みそが起きてなくて遡れなくて読み切れなくて、だけどありがとうございますと、あとお断りは伝えておきたいなと思っております。ありがとうの気持ちはあるのですが、結婚してギフトに関してはお断りです。ちゃんと断っとかなきゃ。ありがとう皆さん、見てくれて遅くまで待っててくれた方もありがとう。明日はね、またお話し会で会える方はよろしくお願いいたします。では壇上行きたいと思います。13位いっくん、12位クワドリさん、11位おみかんさん、10位スプマンテさん、9位マコバヤさん、8位ワウワウさん、7位しんいちさん、6位ふくちゃん、5位ムムさん、4位トニーさん、3位阿部ひろしさん、2位ゆうたくん、1位ダーソクさん、ありがとうございます。ありがとう。ちょっと今日は顔がもうお疲れすぎてるので写りがちょっと、スクショは秘蔵写真にしてください。もうフォルダからも本当は消してほしいけど、もう撮っちゃった方は消すか載せないかでお願いいたします。ちょっと顔が眠そうすぎフェイスだから、バチバチ目ん玉空いてるよフェイスの時にまた載せてくださいよろしくお願いします。ではみんなも一日お疲れ様でした。バスツアー来てくださった方はありがとうございました。気をつけてお家に、もう帰ってるかもしれないけど、まだお家じゃない方は気をつけて、またいつかバスツアーまたできたらいいですね。ではおやすみなさい。ありがとうございました。